はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。D のんちザワイズです。はい、今回は朝ドラブギウギ第123話について話していきたいと思います。はい、今日はそんなに進展がなかったですね。うん、なんかがっかりするぐらい進展がなく、えー、また引退する、引退するという話で、で、記者会見を しますよっていうところで今日は終わりましたね。うん。なんかね、羽鳥さん、ね、善一先生がこう、あんなにね、憤りをあらわにしてたんですが、そんな大して大きな意味がないのかって感じでしたね、今日ね。うん 言い過ぎちゃったなみたいな感じでしたね、茨毅律子さんに話してるときなんか、そんな感じでしたね。うんなんか、もうちょい大きな大きな心を揺さぶられるようなエピソードがあるのかなと思ったけど、うんただ、草なぎ剛さんの演技が迫力があったっていうだけでしたね、中身がないというか。ね あの大きな何なかあれ以上の意味はなかったんだなと思うとちょっとうーんっていう感じはありましたが皆さんはどうでしたでしょうかねなんかかなり草薙剛さんの演技は素晴らしかったみたいなね昨日は皆さんそのツイッターやら X やらでね書かれてましたけどもうーんねえまあなんか今日も変だなと思ったななんかその まあ引退を決めたのはね、鈴子さんのまあ一だから仕方ないけど、皆さんにね、今まで応援してくださった皆さんにね、お礼を言わないといけないですってね、ターボーが言って、おってね、最後の全国ツアーか、みたいな感じだったら、記者会見っつって、記者会見ってみうたら、<laughs> なんじゃそれみたいな。 記者会見でどう盛り上げていくんでしょうね、うんうん、なんかね全国回った方が良かったのにな、うん、っていう感じがありましたね、うん、あとは何でしょうね今日はあんまり進展がないというか、まあ、茨田律子さんの普段着が派手、うん、そしてま,まあ喫茶店の誰もが注目してないみたいなね 本当にスターなのか何なのかみたいなね、うん、シーンは相変わらずありましたけどね、うん、まあなんかこう愛子がターボをこう慰めるみたいなシーンがね、うん、まあちょっと良かったかなみたいな感じですかね。うん なんかね、年取った感もないしね、福来鈴子に、うん。いやー、わからない。何歳、今何歳なんだっていう、福来鈴子、何歳みたいなのちょっと出してほしいよね。わ、うん、かんない、ねうんだよね。そこでも、なんかね、うん、ああ、なるほど、こんな歳だったらそうかとかね、なんか感じられるところもあるかなと思うんですが。うん、はい、そんな感じで。 明日の記者会見はどうなるんでしょうかはい私リーナの実はワイズはえー、ね日々、えー、日々というかあれか今日は東京雨ですねずいぶん雨あ雨の中移動するのねちょっと大変ですけど うん、まあでもなんだろう大雨の日にそんなに移動がないっていう時はねなんかそれは嬉しいんだけどまあまあ朝から雨だって決まってればそれはそれでね、うん、雨っていう感じでね出かけるんでね、うん、それはそれでまたねいいかなと、うん、私の傘結構ね重たくて。 がっしりしたやつで、どんな風でも平気ぐらいな、ごっついやつを持ってるんでね、うん。この前ちょっと忘れそうになりましたけどね、昨日、おととい、あの雨降った時、うん、ちょっと忘れそうになった。焦りましたね。うん、はい。そんな感じで、えー、皆さん、えー、チャンネル登録とよろしくお願いします。ねえー、私のライブは4月12日にありますんで。 はいよろしくお願いします。あのねはいそんな感じで。バ